リバティプレイスはアメリカ合衆国ペンシルベニア州のフィラデルフィアにある超高層ビル。ことフィラデルフィアには視聴者の屋上2901年に作られたウィリアムペンの銅像があり、これより高い建造物を市内に作らないという紳士協定があった。ワン・リバティプレイスはその協定を破った最初の超高層ビルである。これはビリーペンの呪いと言われ、 2007年までフィラデルフィアのすべてのプロスポーツチームはチャンピオン決定戦ですべて敗北してきた。2008年にメジャーリーグのフィラデルフィアフィリーズがワールドチャンピオンとなり、この呪いは溶けた。この時はウィリアムペンのレプリカの銅像をコムキャストセンターの屋上に設置した。高さは288メートル63階建てである。1987年に完成した。 2008年、コムキャストセンターができるまで、フィラデルフィアで最も高いビルであった。設計は、ヘルムートヤーン。ニューヨークのクライスラービルのような、優雅な戦闘を持ち、フィラデルフィアのランドマークである。頂上には、テレビや FM などの送信施設がある。1990年、隣に、姉妹ビルのツーリバティプレイスが完成した。設計は同じく、ヘルムートヤーン。 こちらは高さ258メートル58階建てである。ありがとうございます。